宝、トミアニアーズ26狼。狼、狼、エーウルフは、猫目、食肉目、犬科犬属に属する哺乳動物。講義には、禁煙種も含めることがあるが、通常は、大陸狼、灰色狼、キャニスルパウス、一種を指す。多数の亜種が認められている。同族の禁煙種として、アメリカアカオオカミ、コヨーテ、アビシニアジャッカル、エチオピアオオカミなどがいる。犬との関係。従来は、オオカミの禁煙種とされていた犬、イエーヌは、近年では、オオカミの一足キャニスルパウスファミリアリとする見方が主流になりつつある。ただし、日常語としてのオオカミには通常、犬は含まれない。犬は、オオカミが飼いならされて家畜化したものと考えられている。アメリカアカオオカミ、コヨーテ、アビシニアジャッカルとは、相互に交配可能で、野生下でも雑種個体が生じ、繁殖力も有しているため、生物学的種の定義に照らせば亜種であり、別種ではない。種と亜種の区分は、慣習間と不合理性が残存していることの一例である。亜種によっては、絶滅が危惧される。日本で古来、狼と呼ばれてきた動物は、絶滅したとされる日本狼であり、大陸狼の一亜種とみなされる。日本狼は、12万-13万年前に枝分かれした亜種であり、灰色狼と同じ種であるとの遺伝子解析結果を、岐阜大の石黒直隆教授と松村修一教授らのチームがまとめた。今泉忠明は、犬と狼の違いが出る部分として、胸郭を挙げる。狼の胸郭は、犬の胸郭よりも幅が狭く、深い、上下の高さが高い。それは、狼の胸郭が深いのは、肋骨が比較的長く、狭いのは、肋骨が後方に寝ているためだという。具体的には、肋骨系、肋骨上部の胸椎と関節する部分が前方に曲がっているために、肋骨体、肋骨の主部が立ち上がっている形状になっている犬の胸郭に対して、狼の胸郭は、肋骨系の曲がりがほとんどないため、後ろに寝てしまうのだという。狼の胸郭は、幅が狭くても、深さがあるために犬の胸郭と容積的には、大差がないが、深呼吸をする際には、狼の胸郭は、普段は、肋骨を寝かせている分だけ、一層胸郭の容積を大きくすることができ、犬よりも深い呼吸ができるのだという。形態、大きさは亜種、地域によって異なる。体胴長100から160センチメートル、肩までの体高60から90センチメートル、体重は25から50キログラム。大きい個体では50キログラムを超えるものもいるが、オスが54キロを超えるのは稀である。一般にメスは、オスの体重より 10-20% 程度小さい。現生の犬科の中で最大。高緯度ほど大きくなる傾向がある、ベルクマンの法則。記録上では、1938年アラスカで捕獲された体重 79.3kg のオス。ユーラシア大陸では、ウクライナで殺された86キロのものが最大としている。体色は灰褐色が多く、個体により白から黒まである。子供の時期は体色が濃い。北極圏に住む亜種はより白い。体毛は層に分かれ保温や防水に優れ、夏毛と冬毛がある。また、姿勢においては頭部の位置が犬に比べて低く、頭部から背中にかけては地面に対して水平である。四式は33中黒11中黒44中黒に3=42で、上額には6本の門歯、2本の犬歯、8本の小臼歯、および4本の大臼歯があり、下顎には6本の門歯、2本の犬歯、8本の小臼歯、
及び6本の大臼歯を持ち、いずれも犬より大きく丈夫である。頭から鼻にかけての頭骨のラインは犬より滑らかで、犬よりも顎の筋肉量が多く、頬骨の位置が高いため、犬と比較して釣り目になっている。また、尾の付け根上部にスミレ線を持つ。生態。オオカミは、雌雄のペアを中心とした平均4から8頭ほどの社会的な群れ、パックを形成する。群れは、それぞれ縄張りを持ち、広さは食物量に影響され100から1000平方キロメートルに及ぶ。群れと順位。群れは雌雄別の順位性を伴い、通常は繁殖ペアが最上位であるが、順位交代もする。最上位から順にアルファ、ベータと呼び、最下位の個体をオメガと呼ぶ。順位は常に儀式的に確認し合い維持される。群れは大抵繁殖ペアの子孫や兄弟で血縁関係にあることが多い。他の群れを出た個体が混ざることもある。狼の群れの頭数は最多で42頭にもなったという記録があるものの、平均しておおむね3から11頭の間である。しかし、大規模な群れでも主に仕事を行うのはペアであり、最も効率が良いのはペアの狼とされている。単独の狼が成獣のムースを仕留めた記録はあるが、たとえ怪我で弱っている個体といえど、300-800キロにもなるムースを40キロ程度の狼が仕留めることは極めて危険である。そのため、普通は最低でも2頭の狼を必要とする。狩り、狼は肉食で、視界の獅子野生の羊野生のヤギバイソンなどの有蹄類、ウサギカジシ類などの小動物を狩る。餌が少ないと人間の生活圏で家畜や残飯を食べたりする。鹿などの大きな獲物を狩るときは、群れで行動し健康体を狩る場合もあるが、通常は長時間の追跡を行い獲物の群れの弱い個体、病気、高齢、幼体を捕まえることが多い。最高速度の時速 70km/3 なら20分間、時速 30km 前後なら7時間以上獲物を追い回すことができる。捕らえた獲物を先に食べるのは上位の個体である。狼は追いかける途中で諦めることが多く、リカオンなどと比べると諦めやすい性格と言える。狩猟成功率は生息密度や環境に左右される。アラスカデナリ国立公園で1977年カリブーを仕留めようと追いかけた回数が16回であり、そのうち殺したのが9頭で、成功率は 56% という報告例がある。1972年オンタリオでは35回獲物に狙いを定め、そのうちの16頭の鹿を殺すことに成功している所が観察された。繁殖。繁殖は一夫一妻型で、群れの最上位のペアのみが行うが、例外的に他の個体が繁殖することもある。交尾は一般に1月から3月頃に行われる。妊娠期間は 60-63 日、平均4から6頭の子を産む。メスは巣穴を作り損で子育てを行う。父親や群れの仲間も子育てを手伝う。子は、が開くのは 12-14 日で、20-24 日経って動き回るようになり、20-77 日の間で群れを認識する社会性が育ち離乳する。固形食は大人が吐き戻して与える。8週ほどで巣穴を離れるようになる。子は1年も経てば成体と同じ大きさになるが、性的に成熟するには年ほどかかる。成熟した狼は群れに残るか、群れを出て新たな場所に移り、配偶者を見つけ、この過程で一匹になることを一匹狼という新たな群れを形成する。
コミュニケーション。狼は、ボディランゲージ、表情、吠え声などで群れの内外とコミュニケーションをとる。表情や仕草は、群れの順位を確認する際によく使われる。遠吠えは、群れの仲間との連絡、狩りの前触れ、縄張りの主張などの目的で行われ、それぞれ吠え方が異なると言われる。合唱のように共同で遠吠えすることもある。寿命、飼育下での平均寿命は15年ほどである。動物園で10年生きた記録がある。野生では他の動物と同様に幼齢時の死亡率が高いが、成熟個体は5-10年ほど生き、時には10年以上生きる個体もいる。化石記録。古くは大式から存在が知られており、マンモスステップなどを中心に繁栄していた。化石の中には、群れや互助関係の存在を示唆するものもあり、やはり狼は古くから群れで生活していたようだ。日本の狼。日本固有の狼のうち、本州四国九州に分布していたものは、日本狼、キャニスルパスホドフィラクスまたは、キャニスホドフィラクスと呼ばれる。大きさは中型の日本犬ぐらいで、毛色は白茶けており、夏と冬では毛色が変わったとされる。日本狼は1905年、明治38年に奈良県東吉野村鷲家口、鷲鹿口にて捕獲された若いオスの個体を最後に目撃例がなく、絶滅したとみられる。1910年、明治43年、8月に福井城市にあった農業試験場、松平農試番で捕獲された犬か動物が日本狼であった、との論文が発表された5-6が、この個体は標本が現存していない、福井空襲により消失。写真現存ため、最後の例と認定するには、学術的には不確実である6。日本狼の標本は、頭骨はある程度残っているが、剥製や全身骨格の標本が極めて少なく、日本国内では数点しか知られていない。日本国外では、鷲鹿口で捕獲された個体の仮剥製と頭骨が、ロンドン自然史博物館に保管されている。また、シーボルトが長崎の出島で飼育していた日本狼の剥製一体が、オランダ国立自然史博物館に保存されている。日本では、関東中部地方において、秩父の三峯神社や奥多摩の武蔵御嶽神社で、狼を眷属として祀っており、山間部を中心とした狼信仰が存在する中通。狼を狼と当て字で表記していた地域も多い。日本各地に残る送り犬の伝承は、日本狼の習性を人間が都合のよく解釈したという説がある。眷属としての狼の御利益は、山間部においては、五穀豊穣や獣害除け、都市部においては、河南盗賊除けなどで、19世紀以降には、付き物落としの霊言も出現する。眷属信仰は、江戸時代中期に成立するが、幕末には、1858年、安政5年にコレラが大流行し、コレラは、外国人により持ち込まれた悪病であると考えられ、付き物落としの霊言を求め眷属信仰は、交流した。そのため、付き物落としの呪具として用いられる狼以外の需要が高まり、また同時期に流行した狂犬病やジステンパーの拡大によって、狼の獣害も発生し、明治以降、家畜を襲う害獣として懸賞金までかけられた徹底的な駆除などの複合的な原因によって絶滅したと思われている。一方、北海道及び樺太千島に生息した、大型の亜種は、エゾオオカミ、キャニスルパウスハッテイと呼ばれている。大きさは、シェパードほどで、褐色の毛色だったとされている。アイヌでは、エゾオオカミを、狩りをするカミ、オンルプシカムイ、オート吠えるカミ、ウォセカムイなど、地域によって、様々な呼び名があるが、ガゴとしての、大きな口のカミ、
ホロケオカムイは北海道全域で通じる。伝承では英雄を助ける、主人公を騙して夫にしようとする、いたずら好きなど様々な性格で語られるが、カムイの狼は白い毛を持つとされる。明治以降、入植者により毛皮や肉目的で獲物のエゾシカが取り尽くされ、入植者の連れてきた牛馬などの家畜を襲って害獣とされ、懸賞金までかけられた徹底的な駆除により数が激減し、ジステンパーなどの飼い犬の病気の影響や1879年、明治12年の大雪によるエゾシカ大量死が重なった結果、1900年、明治33年頃に絶滅したとみられる。